石井さん舐められてるっていうか優しいんですよね。舐めるとかじゃないの。そう言ったら石井さんと、まあ、森保さんはタイプ的には同じなんじゃないの。あ、森保の話しちゃった。いやいや、もういこう。いや、全然全然。じゃあ誤解を解く系にはなると思うよ、どっちかというと。あ、まあ、いろいろあったのは間違いない。いや、石井さんは優しい人だから舐められるとかじゃないんだよ。 その人間性っていうのはみんな認めてて、だけどさっきも言ったように勝つために、多分ムーはその時自分が出て仕事をしたいと思ってから不満を表しただけで、そういう風な意図はないんだよ。その石井さんがつくまではベテランが島さんとか三尾さんがちょっと冷遇されてたんですよね。多分もう世代交代みたいな感じで、無理やりね、若手を育てようっていう意味で、うん、それがなんかまた石井さんもなってベテラン選手が、ね、うん、また出始めてチームが良くなったんですよ。